今日午前の宇和島市久島。接近に伴い高波が心配される宇和島では、マダイ養殖業者が波の影響が少ない湾内に養殖用の生けすを移動させていました。また真珠養殖業者も、いつもは養殖用のイカダの隣に浮かんでいる作業小屋を、南からの風が避けられる場所に移動させる様子が見られました。小屋が壊れたり流されたりするのを防ぐのが狙いです。風がやっぱり強いんですよ、ここら辺は。でもこればっかりはね、自然のことで分かりませんわね。そらそれてほしいですけども、これはまともコースがね、まともやから、被害が少なくてね、少なければよろしいですがね。一方、松山市では今が旬の松山長ナスを育てている荻山さんです。この辺一帯あの稲作ですけど、早い品種の秋田小町なんかはもう今日お刈り取りする人もいますし、ポツポツあのハウスがある人は、柑橘のハウスの人は、あの上のビニールが飛ばないように、あのその辺の近所の人やってましたよ。そう、直売所が荻山さんの畑でもテープで誘引してるんですけど、こう風で揺れてこう擦れる、まあ、ここでも揺れるし葉っぱでも擦れるんで、はい、葉っぱが擦れただけでも傷になるんです、はい、ひどかったらこんなになる。あれはもうアウトでしょうね。松山長ナスにとって風は大敵。先週の台風11号では被害がなかったということですが、今回は愛媛により近い進路予想。ナスの枝を固定する紐を締め直したり、葉っぱを剪定したり、さらに少し早くても収穫をして被害を減らそうとしています。適度な雨であっても風はいらないでしょうね、農家の方みんな被害が出ないことを